は？今何が起きたか全くわからないんだけど、何これ。俺はコンビニで夜勤の勤務をしていて、そして箱を受け取って家に持ち帰ろうとした瞬間、気づいたら家にまた戻っていた。あれ、何これ。え、何もないけど。そして電子レンジで弁当を温めたと思っていたら弁当がなかった。何を言ってるのかわからないと思うが、俺にもさっぱりわからない。そして懐中電灯がね。え、何これ。あ、違った、ちゃんと家に帰ってるわちゃんと家に帰ってる。え、今のブーって何。俺歩いてきたよな。え、こいつはなんかとてつもないワープ能力の持ち主なのか。はい、VHS でちょっと座ってみようか。ちょっといっそ、あ、テレビつけなきゃね。よく見る、よく見る。はい、立ち入り禁止、視点操作も一切できないな。びっくりくるやつかな。え、それだけ。ここはゆっくり振り返るパターンだな。あ、なんもねえじゃん。いや、なんか来いよ。いや、ここで見せかけていきなりバッてくるパターンね。分かった、分かってる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 。分かってないのは俺だったようだな。なんもないけど。また夜勤に行けということか。選択肢関係ある？どうなんだろう。また夜勤行くか。懐中電灯を拾って。まあ、道悪いかな。ね、これ、次の日みたいにさ、なんか進行していくごとに、なんかどんどん変わってくるのかな、もしかして。多分そんな感じかな。まあ、今は軽いジャブ程度みたいな感じなんだろう。え？ちょちょ、うるさい、うるさい、うるさい。なるほどね。こっから始まると。こっからか。道は覚えた。あ？なんか暗くない？さらに暗くなってるんだけど。何これ？めっちゃ暗くなってる。いやー、ちょっと雰囲気出てきたな、ほんとに。まあ、こっから何かしら起こるんでしょう。ちょっとまあ、何？ホラーゲームっぽいやつが。いや、多分さ、これ日本人が作ってるよね。多分それとなんかびっくり系のやつ絶対出てくるだろう。あれ？階段は？でもこれマジ暗すぎる。まあ、ここら辺でも多分さ、今は普通に通れてるけど、で、多分進行してくることに、多分第1夜ってあったからね、第何夜までかあるんでしょ。それで多分進んでいくごとに、多分この道中でもびっくりポイントが出てくるんだろうな。まあ、なかなかなんていうか、趣味の悪いゲームだな、そうなると。なかなか、趣味の悪いゲームだ。で、どっちだっけ？こっちか。道がちょっとわかんないんだよな。俺道覚えるのすごい苦手で。こっちかな。街灯があんね。しかもこんな夜中を、しかもこの人女性でしょ。なかなかなんていうか度胸のある人だと思うけどな。これ一気にやる。あー、どうなんだろう。時間がわかんないからな。
お、コンビニあったね。時間が分かんないから何時までやるか、まあ3時ぐらいまでかな。3時ぐらいまでやろうかなとは思ってる。走れる？走れるわ。よ。マックスもらえたね、やっぱり。上品だな。じゃ、事前にちょっと調査しておくか。あれ、できねえ。なるほど。チュートリアルはここまでだっていうことだな。いいだろう。かかってこい。スパーン。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お先に失礼しますって言え。じゃあちょっと俺は商品棚のチェックをしに行かなきゃな。あれ？今日は大丈夫なの？商品棚のチェックしなくても。あ、もしかして飲み物かな？アスヒースーパードラ。あ、大丈夫だった。何これ？え、何これ ?6? え、何これ？ちょっと待って、見えないんだけど。消火器 ?06 って何？なんか表示出たけど。ちょっと一応レジに持ち込んどっか。なんかぶん投げるかもしんないからさ。さすー、さすー。本日入荷の、タバコ。ちょっと待って、全部同じメーカーだ。なんだこれ、ふざけてんのか、このコンビニ。ふざけてやがるな。しかもちょっと待って、ホットスナック何これ、肉まんか。じゃあ本日おすすめの、ピザマン、ピザマンピリ辛ホットがあります。おすすめです。おすすめです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おっと、足の悪いお客さんが来た。いらっしゃいませ。ネズミ書いてある。ああ、このボトルね。何なんだろう、これ。ガス。よっしゃーせ。あれ開いてるよね、あれ。よっしゃーせー。足の悪いお客様だ。6、6っていう簡単、何これ。てかもうすでに今現れてるんだけど。これは何も関係ないのか。うん、よっしゃせー。本日おすすめのピザマン温まってますよー。よっしゃせー。ん、あ、本日はありがとうデーとなっております。ポイント5倍です。いかがでしょうか。おでんの具すごくなってない。おでん全く売れてねえだろこれ。おでん全く売れてないんだけど。何これ。本日おでん非常に温まっております。よかったらどうでしょうか。卵がつき上がっております。いらっしゃいませ。どうぞ。おでん大変美味しくなっております。いかがでしょうか。商品のチェックしてくるか。てか、ババアどうなった。おい、ババア。どうなってる。トイレか。あ、トイレだな。じゃあ、この辺ポテチとか大丈夫。なんかポテチさ、なんか、2つもあるから。まあ、大丈夫だろう。じゃあ、防犯カメラでもチェックしとくか。あのババアが代弁垂れ流してるかどうか心配になった。おっと。誰が来た。よっしゃせー。おっと、ヤーさん。あれ？なあ、おりゃ。なあ、おりゃ、急いでんだ。なら早く。ビール5個とタバコを持ってきてくんねえか。いい子だからさ。タバコ。仕方ねえな。くれてやろう。まずタバコ。そしてビール5個だ。はあ、自分で取ってきてよね。それな。愚痴るけど仕方がない。こういうめんどくせえ客は、まあこうやって対処してやった方がまだ穏便に済む。クレーム届く方がめんどくせえ。ビール、あれ？
ビールと言ったらこれさ、アサヒスーパードライ辛口が一番だろお前。はあ、このアサヒじゃダメなのか。ダメっぽい。どれよ、あ、オッケー、拾えた。アサヒスーパードライ、生だぞ生。ほらよアサヒ。あとこいつさ、なにこれ、あと4往復すんの、めんどくせえ客だな。まったくめんどくせえ客に絡めちゃったよ。あーこ、ともいらっしゃい。はあ、めんどくせえ客だ。アサヒ残り3回。よし、でこれあとよく見たら、あの朝日じゃなくて夕日だな、これ夕日、夕日、夕日スーパードライなのか。あれ、おか足りないな。じゃあ行くしかねえか。補充できないの。なくねー、あったなかなか往復がめんどくさいな。何これ、お使い系か、お使い系ホラーなのかい。てか、あいつ注射の仕方汚ねえな。何あれ、めっちゃ汚ねえ注射の仕方してんじゃん。舐め腐ってやがれ。何が急いでるだ、タバコとビールって宴会用じゃねえか。ほらどうぞ。ユヒスーパードライ、くれてやる。さあ、会計を済ませるぞ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。で、ババアどうした。ババアずっとトイレに入ってね。うちのトイレはそんなに長いこと入っていられないんだ。さっさと出ろ。時間制だ。あ、出た。さあ、さっさと買い物しろ。トイレの代金の分だけ買い物しろ。あいつなんか大丈夫、あのヤクザ。クソして言ってない。なんかゴミ箱にうんこしてそうだわ。大丈夫かな、大丈夫だね。なんかゴミ箱荒らされてね。なゴミ箱荒らされてるんだけど。昨日と違って。まあいい。おい、ババア。早く買い物しろ。あれ、ちょっと待って、買い物しないで出てる気か。なんかずっと待機してんな。だからお前、ちゃんと言葉にして出さねえとな、わからんもんもあるぞ。とさ。はぁ、なに、あれ、ケン君は、私の可愛いケン君はどこに行ったの。さっき声が聞こえたような。この場所は、私の娘の家じゃ。どうしてくれたんじゃ。娘の家を返せ。舐めた真似をしやがる。出て行け。ここはお前の娘の家じゃない、コンビニのストアだ。何か物を買え、そしてレジに行け。物を買え。そこのババア。物を買わないんだったらさっさと出てけ。ボケ腐ってんな。あと、自動ドアをちょっとすり抜けていかないで。はぁ、まったく、めんどくせえ客もいたもんだ。客っていうか、トイレだけ済ませに来たボケたババアだったけど。防犯カメラ見るか、マジで。なんかやらかしてそうだわ、本当に。絶対なんかやらかしてるだろ、あのババア。もうなんか実績アンロック。あれ、あ、ババアいるぞ。あのババア何かしでかしそうだな。ちょっと監視しとくか。ここならまあ来店した人も見れるしな。しかもこんな夜勤だぞ、夜勤。夜勤でてめえ。お、あ、誰か来た。あん、なんだ今のガキ。おい、ガキ、ちょ待て。あのガキ、自動ドアダッシュしやがった。くっそ、あのガキ、舐めたことをしやがる。てか、ガキがいる時間じゃねえだろ、と考えても。ガキは家で寝てろ。
コンビニ聞いたからってコンビニ行くんじゃねえ。てかコンビニとかいう曲懐かしいな。てかあのマッドがさんざん出てたやつ、書いてみたいなやつな。ネット老人が知ってるやつだね。なるほどねな。何かしらアクションを起こさないといけないのか。くっそ、あのピンポンダッシュのガキ絶対ぶち殺してやる。コンビニバイトをなめるな。俺は歴戦のコンビニバイトだ。どうだガキ。くっそ、いなくなってる。こんな真夜中に自動ダッシュすんじゃねえよマジで。自動ドアダッシュってなんだよ本当に。舐めた真似するな。ふぅ、あ、ホラーゲン得意じゃないよ。すげえびっくりするよ。全然得意じゃない。全然びっくりする。だからそのホラーゲーがどんなホラーゲーかによる本当に。精神的になんかビビらせに来るやつだったら別にそこまで。でもジャパニーズホラーって大体なんていうか、あれ、なんかネズミいる、触れないわ。ジャパニーズホラーって大体ね、なんかすんげえ驚かせに来るんだよね。驚かせに。ここ何、立ち入り禁止ちゃうけどなんてもなってねえな。その驚くには驚く。でもこういうやつはちょっと若干苦手かな。多分これびっくり系だろうから、こういうのって日常的なところで、でいきなりなんていうか、そうなんかびっくりするようなことをバッて出してくるんだよ。なんそういうの苦手なんだよな。客今来たような気がしたけど、来てないか。防犯カメラ見よう。またピンポンダッシュするガキがいるかもしれない。ピンポンダッシュじゃねえや、自動ダッシュだった。何かして進めるんだろうな、本当に。カメラ回してみたけどいねえからな。昨日ネズミを店裏で見たぞ。ゴミ箱を荒らされたみたいだ。あ、ちょっと待って。これか！これでネズミを追っ払うんだ。なるほどな。ネズミ書いてあるしな。こいつでネズミを追っ払うと。スプレーみたいになってんだ。ネズミに吹きかけるんだな、これを。あったあった。回そろ。まあ、うちの台所もなんか、ネズミ出るしな。ナイス。ここにもいるな。グッキル。残り4体。どうだ、ぶち殺せやぜ。くんら、いるかな。ちょっと連打しよう。おいた。トリプルキル。あとはこことか。いねえか。あ、いた。クワドキル。あとは。いなさそう。外の方かな。隅の方とかいないし。ワンちゃん中にいる可能性もあるが。まあ大丈夫だろう。こことかは真っ暗すぎて俺見えねえんだよ、もうここら。あ、ここはちょっと見えない壁あるわ。表の方のゴミ箱にいるかもしんねえな。あと夜勤も大変だ。あ、いねえわ。え、じゃあ完璧にもうあのゴミ箱のところ、明るさ補正かけてやっていい。あれ見えないんだけど俺。あの俺の画面ですら見えねえんだよ。もしかしたらここら辺いるかも。違うか。ドアの裏にいると思ったんだけど。ちょっと明るさ上げるわ。あ、真っ白。こことか。おう、ベントキル。ラスト。
この上とかいないな。ん？レンダース、あ、いた。ヘクサキル。終わった。ふぅ。ま、6連続キルストリーク達成、6キルストリーク達成ですね。まっぶし。よし、あ、こんだけやったら大丈夫だろう。ま、ノートの通りくじはしておいた。お？車が通った？来るか？おいおい、突っ込んでくんだよ。プリウスじゃねえだろうな。プリウスだったらもっと静かか。ん？来ないな。防犯カメラ見るか。ゴミ箱の方で何かしてるかもしんねえ。あ、来た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 。すいません、今行きまーす。いらっしゃいませー。あ、またクロちゃんじゃん。とさ、また会いましたね。最近オンラインショッピングを利用する人が急激に増えていますからね。ということで、ここに配達箱を受け取りに来たんですけど。配達箱？配達箱、あ、これかな。あ、すいません、どうぞこちらです。お疲れ様でした。ありがとうございました。うん、まあクロちゃん大変だなマジで。はあ、暇だし防犯カメラでも。すげえ、ライトがこっちまでってなくるんだけど、あの車のライト欲しいな。ちょっと待って、普通に来るかも。ちょっと暇になったら見るか。あれ、ああ、暇だな、夜勤は。まあ、昼とかだったら、なんか、3人とか4人ぐらい、ここで列作ってるもんだけどな。あそこの、ここら辺、ここら辺に、立たされて。で、次の方どうぞ、みたいな感じ。で、こっちさ、ここのレジ狭すぎない？どう考えても。ここのレジ狭すぎるでしょ。こんな狭いレジ、俺見たことないんだけど。さすがにないよ。もうちょっとレジ広いから。こんなになんか出っ張ってない、スタッフルームも。すげえ変な作りのコンビニだな。商品棚も、商品の棚もちょっとおかしいし。でも来ないな。防犯カメラ見るか。変わった様子はなさげかな。また自動ドアダッシュするクソガキがいるかもしんねえな。うん、カメラで何かするって感じじゃなそうだね。待ってりゃいいのか。いや、商品ならチェックしに行くか。チェックできるようになってるかもしんない。え？は？